よーオス空手日本代表の戸田彩香です。オス空手日本代表の戸田彩香です。今日は質問に答えていきます。私は相手の胸元を見て組み手をしています。相手の手足が見えるため。彩香先輩は相手の目を見て組み手をしていますか、それとも胸元あたりを見て戦っていますか、どっちですか、教えてくださいっていう質問です。結論から言うと、私は目を見てはいません。どこを見てるかっていうと、相手の全体を見ているので、ここっていうのはあまりないです。全部の動きが視界に入るように。で、ここだけを集中してしまうと、右手だけを集中して見とくってなると、横からこうやってポンってきた時に見えないですね例えば構えの前の手がすごく嫌だな、相手の前の手嫌だなと思ったから、前の手を見ていた時もあるんですよ。これが来ないように、これが来ないようにって、来たら寄せ、来たら避けるぞって。でもこれを意識しすぎてたから、蹴りが来たの分からず蹴りやられるとか、そういうことがすごいあったので、基本的にはここにグッと集中しすぎない。例えば暗い中で携帯とかいじってる時あるじゃないですか。それってもうこの携帯しか見えないじゃないですかなんかそういう経験ありません？本当に周り見えない。でここに集中しすぎてて、周りが何にも見えなくなっちゃうんですね。だからそういうのはやめて、組み手の時は私はもう基本的に全部が見えるように、相手の動き全部だから、この少しの肩の動きとか、この少しの体の動き、前後左右全部見えるようにふわっと見てます。ちょっと難しいですよね、これ。だからいろんな見方をしてみてください。わからない場合は足元ずっと見とくとかで、足元見すぎたらこう上段がこう危なかったりするので、でちょっと目線を上げてみる、お腹あたりを見てみるとかっていう、もうこれは経験です。で、それをもう全部やっていって、自分の収まるところがあると思うので、一番ここはしっくりくるなとか、技もね、いろいろやってみてしっくりくる技、通用する技、通用しない技たくさんあると思うので、これはもう一発でやろうと思わないで、毎日の練習で取り入れてみて、で、あ、これなんか違ったなと思ったら変えればいいから。空手ってね、本当にみんな結構長く続けてる人は続けてるんですよ。だってもう完璧ってないから、正解がないのでそれが面白いですよね。だからもうとにかくその過程を楽しんで、で、あ、これだって思った瞬間、こう試合とかで、ね、それを発揮できるようにしていってもらえればいいなって思います。なので、今回の結論として言えば、まあ胸元を見るも OK。 でも私的にはまあ胸元、首ふわーっていう、こう相手のね相手の雰囲気をこう感じ取って見てください。参考になってれば嬉しいですはい、今日の動画が良かったと思う方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。では、バイバイ。